はい。皆さん、こちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は航空便と船便の料金というのが日々変動するものではあるんですが、最近珍しい変化をしているっていう話をさせていただき、解決策、じゃあどっちを使えばいいのかっていう提案をさせていただきたいと思います。まず結論から申し上げますと、中国からアメリカに発送する際の飛行機、航空便の料金っていうのが、現在 1kg あたり88中国元前後っていうのを推移しています。 コロナになる前は1キロあたり大体いい40元前後で遅れたんですよそれがコロナに入って1キロあたり60元から70元をフラフラしていたのがこのハロウィン感謝祭クリスマスの3ヶ月商戦の時期に入って でぐんとそれこそ90元近くまで上がっているっていうのが現状です一方船便はむしろ安くなってるっていうのがこれなかなか興味深い実証かなと思います私の代行会社に関しては甲州にありますシルクロード貿易の最東端の港であり開館っていう言葉をご存知の方は歴史的な背景もよくお分かりかと存じますが世界と貿易するための中国の超重要な港だったわけですよねずっと昔からよって船便 に関してはものすごく強いんだなと、広州の代行会社は船便に強いということを改めて実感しました。特管工事でバーンと作った地域ではなく、広州や新鮮のように歴史的にじわりじわりと半ば自然に発展してきた地域っていうのはビジネスを行う上で関わりを持っておくと何かと強みになるんだなっていうことを改めて感じております。話を戻しますと、航空便と船便をどう使い分けていけばいいかっていうと と結局この一長一短を考えていけばいいだけですね飛行機っていうのは高いけど早い船便っていうのは安いけど時間がかかるどっちを優先したいかで決めていけばいいと思うんです飛行機航空便っていうのは送ってから1週間から2週間でアメリカアマゾンに納品が開始される受領が開始されます一方船便は一応輸送会社の文句では1ヶ月ぐらいで届きますよとは言われているんですが実際送 ってみると2ヶ月弱かかりますよ 一週間、二週間で商品を届けないといけない状況なのか、それとも時間がかかってもいいから、とにかく安く送ることを優先すべき状況なのか、これによって使い分けていくといいと思います。自分のコンサル生さんは、初回のテストマーケティングっていうのは、一連の物販の流れをとにかく早く体感したいっていう思いがあると思いますから、高くてもエア便を使う、航空便を使うって流れになりますし、もうアメリカアマゾン上に在庫がほとんどないと、在庫切れの なってしまったら商品のランキングっていうのがガクーンと骨折したように下がってしまうのでこれは早く商品を継ぎ足さないといけないって場合もやっぱりエア便を選択するって形になると思うんですね一方をとりあえず時間かかってもいいから安さを優先したいっていう場合はテストマーケティングであっても船便で送るってことが考えられますしまた在庫が十二分にあってそろそろ継ぎ足さなきゃいけないんだけれどもだいたい二ヶ月ぐらいはまだ在庫が残ってるから 一つの商品ページ上の全部のバリエーションが全部なくなるっていうことは考えづらいっていう場合は船便で送ればいいと思いますね。どっちが絶対良くてどっちが絶対ダメっていう話ではありませんので臨機応変、柔軟に対応していっていただければなと思います。最後までご清聴くださりありがとうございました。